エクストラ撮影って何の？フォトショー？あ、こんなんできんだ。ぼかしの範囲ちょっと大きくして、うん、ぼかしの焦点を、あ、これに合わせて、ね、うん、被写体に合わせて、そう、うんうんうん、で撮影タイプを、あ、こんなあるんだ。まあノーマルだよね。まあ、ノーマルかな。でタイトルは、うん、一食い食物。この作品のタイトルはこちらです。はい、メメントモリ。死を思え。メメントモリリじゃない。メメントモリモリ。まるまるモリモリみたいに。これめっちゃいいじゃん。これ結局何あの、あ、そっか、ここでさらに撮影できるんだ、サイズも。あー、なんかでもいいんじゃない？ね。いいじゃん、いいじゃん。できた。すごい、なんか自由度が増えてるね。いやでも早くヘダマ投げさせてよ。ヘダマを投げたいもんね、先輩はね。俺はね、リタのヘダマが投げたい。リタのヘダマってなんだよ。え？リタの匂い玉が投げたい。ポニーテールがあれなんだって、トレードマークなんだって、リタちゃん。あ、そうなの。かわいい。どこでそんなシール？今書いてあったじゃん、さっきリタの説明で。見なさいよ。このクリンとしたヌメルゴン的な。ヌメルゴンって言うな。ヌメルゴン的な。かわいく女の子の髪型に対して。でもほんもうちょい褒め言葉あるでしょ。何的なんだろうね。カラマネロみたいな。カラマネロ、なんでどっちもヌルヌルしてる。ガラルポニータ的な。あ、いいじゃんいいじゃん、褒め言葉だよそれは。君の髪ガラルポニータみたいだねってさ。ガラルポニータ的な色合いのサブカルファッションだねっていう。なんでも嫌っぽく言うのよ。嫌味っぽく言うのファッションコーディネーターの。あ、これで設定研究室、うん、研究室行ってみようか。さっきの写真が、ここでアイテムとかクリスタルフラワーについて聞きたいんだけど。そうだね、ここが博士の研究室だよ。でもう何回か来てるよね。いや初めてです。博士はここで研究やメカの開発を行ってるんだって。メカ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 、応援メンズとかちょうだい。じゃあ簡単に説明するね。はい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 。フォト図鑑を貯めて図鑑が見れます。マイスペースでアルバムの写真を見たりできます。加工もできるね、加工した。博士ちょっとヒュンってきた。ヒュン。オンライン。へえ。これいいね。ちょっとあとじゃあ視聴者の皆さんに後でお見せできるような写真がね、撮れるように。ああ、なるほどね。うん、SNS とかね。リンゴメダルっていうのがもらえるようにね、いい写真撮っていきましょう。今回は何？リンゴメダルをポケモンに投げるってこと？リンゴメダル。痛い。俺痛いでしょ。リンゴメダルぶつけて。すげえ嫌なやつ。金持ち YouTuber みたいな。おら。ジャリってこっち向けってこうメダルに群がってくるポケモンたちがありがとうございますありがとうございますっていうのをパシパシ取ったらそこに博士とリタもいたっていう最悪最悪すぎる。とりあえずまだもう一回取りに行く。あ、同じステージやる。いや多分ステージ増えんじゃないかな。ほらステージ増やしそうな顔してる。進みそうな顔してるな、なんか。はい、サーチ機能。へえ。あ、それです。てかまさにそうじゃない。あ、違うか。怪しいところを見つけたりとか何かありそうってのを見つけて後でコレクションできるんじゃない。前にも聞いたけどってリタ覚えてないの。こいつメモ取らないタイプ。あれ、もしかして新入社員に厳しい人ですか。君メモを取らなくて覚えられんのそれ。あ、俺、あ、全然覚えられますよ。同じこと一回言わないよ、はい、え、今なんて言いました。早速じゃない。分かりやすくて可愛いやつだ。お、サーチしてくれって。なんか怪しいのがあったら×ボタン。これ怪しいんじゃない。あ、そっちなんだ。あ、でもアイテムもそうか。あ、これでか、コレクション。そうだね。はい、これに合わせて。はい、これで分析ができる。あー、なるほどね。はい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 。博士の友達。あ、じゃあ博士の友達が大木戸博士か。あー、ネオワンボか。それがあのカメラ撮ってるトールか。トール？トールって名前だったはず確か。あ、てかポケモンスナップってそっか、なんかいたね。うん、あれマサキじゃなかったっけ。マサキじゃないです、トールです。確かに。あ、そうだっけ。サカキでもないです。サカキの若い頃のストーリーだったり。あ、そうそうそう。これだ、トールって友達が。そうだね、いるからね俺も。ややこしい。はーい、説明してもらったよ、リタちゃん、ありがとう。さあ、するといろんなことが分かるので積極的に使ってみるといいよ。
なんでそれさっき言ってくんねえのか。もう一回回ってきたそのに。確かにな。ここはスキップできるんだ。あ、てかあれ、え、あ、全然違うじゃん。調査レベルで変わるんだ。あー、なるほど。あ、ちょっと待って、猿の腰掛け、猿の腰掛け。確かに。これ怪しいよね。あ、何の反応もした。何の反応。あ、バッフロン、デカバッフロン。デカ。デカバッフロン、いただきます。なるへそ、調査レベルが変わったら出てくる、うんうん、ちょっとあれ、なんか吸ってるよ、樹液を吸ってる、樹液吸いポケモン、樹あ、こっち見て、おー、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、ナイスショットナイスショット、今のすごいんじゃないって褒められちゃった、今のすごいんじゃないって何、あ、コアルヒーがいい、コアルヒーもいるやん、ちょっと待って、親子で撮ろう、親子で、あ、それはあり、ただ親がどれかっていう話だね。かわいい、歌ってるよ。ちょっとこれさ、奇跡的なショット撮る、絶対絶対いける、絶対いける、ダブルコアルヒーで、ダブルコアルヒーの、ダブルコアルヒーで撮らせていただく、これ絶対待って、親子でいける、親子でいける、親子でいける、こっち向いて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 、コアルちゃん、裏でなんかいろいろ起こってくかも。いや、そうなのよ、調査レベル違うだけで相当違うじゃん。ちょっと待って、これやり込みプレイえぐない、これな、あ、肛門、あ、肛門肛門サーチしてそうするとあのひらがな4文字で肛門って出てくる、あ、なんか探してねっかも、あ、いいんだ、肛門ビーバー、あ、今そうだね、あ、それ多分家作るタイミング、えぇ、でけえのがいる、ただそれじゃサーチはちょっと違うね、サーチまた別にあるね、あ、待って待って、なんかあんじゃねえの、怒ってる怒ってる怒ってる、あ、サーチ見逃した、あ、待って、あ、サーチ見逃した、あ、まだまだ、まだこの人サーチ見逃してる、見逃して見逃して、あ、ほら、なんだこれ、ほうがこんなとこにいたんだ、だから夜だとこいつが出てくるって話、ね、なるほどね、色違いのポケモンとかいんのかね、いや、絶対いるよ、絶対点数高いはず、それは、あ、クリスタル、あ、クリスタルあんじゃん、あ、でももう一匹取っちゃったらいいってことか、こっち向いて、あ、まあ、オレンジの花だから色の花の色が違う、こっち向いて、早くアイテム使いたいな、そうね、あ、一応取っとくか、お、またなんか違う行動してんじゃん、どうだ、あ、ちょっと待って、そのバックロンさ、あ、はい、花が頭についてる気がする、見逃してた、それ、いや、なんかちょっと待って、今何した、何が、なんか今バフロンの頭に花がついてるのを見落としてテレビ画面を斜めから見たよね、いや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 、中野さんテレビ初めての、いや、あるじゃんそういうの、あ、言っとくけどこれあの人間が映ったりしてるけど小さい人間がこの箱に入ってるわけじゃないから、分かった、あるでしょ、マリオカートで体傾けたりするでしょ、人めんどくせえ、開音痴だとは思ってたけどそこまでとは、ほら、いいバフロンだな、これいいじゃん、星が何、星、これも星2だね、はい、アルケムストとビビアンはどうだろう、ノーデータは、ああ、まあ取ってもいいねぜってことか、ケムストとビビアンはわざわざいいかなって、まあ一応樹液のやつ取っとく、うん、でケムストもまあ一応これで OK、 見に見せに、とにかく写真撮って経験値貯めて、いろんなその撮影レベルを変化しながら、うん、で多分アイテムのロックも外れるだろう、イエーイ、ありがとうございます、お、星2個ゲットしたよってことかな、これはでかいバフロン、どでかバフロン、ありがとう、お、あ、なんか褒めてもらった、やっぱり樹液が、あ、ニューレコードになった、うん、顔映ってなくてもいいんだね、そうね、でもこれ顔撮れるぜ、あのさっきもうちょっと早い段階だったら樹液の吸ってる、そうか、興奮のところまで見えたから、あ、これ新しいフラージェスだ、やっぱりありがとう、ああ、オレンジだからね、下赤かったからね、あ、新しいってなった、普通に星が1個なんだけど、いや、だからニューレコードとかになってないから、あ、そうか、あ、比較がなかったから新しいやつだ、おい、コアルヒも取れました、生態に役立つとかなんか書いてあった、すまんねえ、これはそんなかな、もう被ってしまう、うん、まあ前の方がいいですよ、前のやつ俺めっちゃ結構気に入ってるから、リッパーはどうする、でもこれもな、これちょっと早く気づけばいい感じの生態が、そうだね、惜しかったね、まあこれも絶対こっちの方がいいよね、そうな、モジャンボ初めて、しかもこれ超自信ない、新発見だ、はい、怒ってるとこ取れてるし、えぇ、ー、
なんであまり見ない行動だったら点数低く下がるんだよ。こいつさ、博士にあるまじきじゃない。なんでいつも見てる行動の。写真家としても三流だし、嘘だろ。研究者としても三流だわ。あまり見ない行動だから価値高いんだよ。そうなんだよ。そこのさ、謎をさ、ちゃんと。お前に取れんのか、あまり見ない行動のモジャンボが。っていう怒り。なんでこいつの研究ってあんな潤ってる感じなんだろう。不正、なんか課金費とか不正に入手してるじゃないか。おい、丸さんの女呼んでこい。丸さん、なんか絶対裏でやってるよな。公演費とかでめちゃ稼いでんじゃねえか。いや、絶対そうだよ。後進のくせして。あと、俺ら体験会参加させられたけど、うん、莫大な料金取られてる可能性あるから。あ、そうですよ。1人8000円ですよ。高っ男8000円、女の子500円。嘘。いや、それ出会いカフェじゃなくてなんだっけ。マチコンみたい。マチコンじゃねえかよ。わぁ、キワワがニューレコードで4000点。あざーす。裏でリタちゃんのチェキ売ってるらしい。うわ最悪。もう写真の練習だよって言いつつ写真撮りまくって。うわあ、調査レベルでもなかなか3までいかない。結構これ調査レベル上げるの結構大変だね。そうだね。まあまあだって稼いだつもりだったけどね。でも今調査にちょっと新しい報告があるよみたいな。あ、なんだろう。でもさ、結局今回はそのサーチを教えてもらったし、まあ、まずチュートリアルなんじゃない言うても。まだまあその最初の公演だもんな。うん、ごめんなさい、今の公演はどっち。あの鏡博士が潤ってる公演の方か。ああ、そうだね。あの1回100万円ぐらいギャラもらってる方の公演。え、公務員ですよね鏡博士って。私立だから大丈夫だ。あ、そう。こいつ国からも金もらってるくせに自分の公演費でも金もらってやがって。ほんとろくでもねえな。私服肥やしで、リタのチェキで金稼いで。そう、それは小遣い稼ぎらしいんだけどな。しかも VTuber らしい。リタに声出してもらってんだな。リタは何も気づいてない。主戦度、この主戦度。あ、夜のタンク、何エッチな話、何夜行けるようになったってこと。どこに行けるの。そりゃ行くでしょう。夜の街クラスター。夜の街クラスター行くでしょう。小池百合子万歳。撮らせていただきます。小池百合子さん撮らせていただきますよ。あのツイッターでバズりまくっててさ、あの夜の渋谷でさ、あの全部街の光消えてさ、小池百合子だけ写ってるやつみたいな写真撮ってさ、あのあれフェイクらしい。俺らもバズりましょう。今に勝ち向いて、こっち見て。ああ、でもいいね。火がついてた方がいい。火がついてるの結構点高くなるよね。あ、夜は訪問が増えるんだね。夜の、そうだね。こっち向いて。あとそこライトだったんだね。バフロンは寝てます。ネバフロン。ネバフロンいいじゃん。ネバフロンは。ネバフロンとあの後ろの光芝もなんか調べてられない。光芝、ほら。芝が光。あ、でも、光ごとか。ビジョン、あー、似合わねー。いや、いけるいけるいけるっしょ、間に合えー、いけるっしょ、いけるっしょ、いけー。あー、遅い、向くのが遅いんや。現像の体幹の筋肉どうなってんのこれ。夜はラプラスに、あ、あれ、あー、まあ、かわいい、てか綺麗ね、こうやって見ると。夜もいいね。起こしちゃうよ、バフロン。ダメダメ、起こしたら怒られるよ。あ、モジャンボ。あ、いやな、今全部一人で解決してたから。もともとあんま変わんないね、夜もね。でもなんかあのあんまり見ない行動だとかって言って点数低くされたから、あ、普通のやつ取って、普通のやつがいいんじゃ。あー、もう早、はいはい、早いって。もうでもどっか止まるんじゃない。あと方法の場所もね。あ、クリスタルフラワーゲット。あ、なんかいた、左なんかいた。あ、カイロさん、ロスさん、カイロさん、キャタピーもいるって書いてあるね。後ろキャタピーもいる。おおおお、そこで寝る、かわいい。カイロその段階で寝る。かわいい。超キュート。おおお、これはドダイトスだって。何してんだろうこれ。これはちょっと撮っとこう。ドダイトス撮っての、あ、寝てる寝てる寝てる。でもこれいっぱい写ってる方がいいんじゃない。そのちっちゃい四角の枠を取ればいいってわけじゃないの。そうか。ここあと顔の部分にも結構。来た来た。あ、早い早いの苦手。あ、ピショットピショットピショット。何狙ってんのかな。待って、これも取ってきた。かわいい。寝方クソ皮かおい。あっちになんかさ浮いてる。あ、いやごめん。
スワンダとか。寝てるスワンダもいいんだけど。ピジョット疲れない？ピジョット。あれピジョット取ってた。あービジョット逃げられた。近くで取ろうと思ってたのに。あこれ最高。あこれ最高でした。あこれ最高。これ最高。これ最高でした。これ一番いいやつ。はいちょうだいちょうだい。一番いいやつだから。ドライトス。あとこのあこれはもう。ねえ、うん、あと後ろに方法がいいんじゃなかったこれ正解でしょこれ正解ですよ後ろの木にさ方法分かった分かった双方取るこれ正解だわ双方っつってこれ双方取るからどこだここかいたねーよく覚えてたねわ怖今の絶対すごいってくわーおいやめろクソオタクのリアクションすんのおおぐわーぐひゃぐわーって言ったことないけどなんか出ちゃったああ勝手にリサーチしたこっちの方法もいいねさっきの方がよく取れてる気もするけどね、まあ、でもでかく取れるんだったらおミツハニーこれさ動き理解してないと絶対手遅れだよ、ね、あヒバに燃えちゃうおヒバにこっちすごいねこの花畑が翌日来たらもう焼きの原になってるっていうおなんだじゃあそれはいいんだよ。ミツハニー取りたいんだこれ。オスのミツハニー。オスのミツハニー。ハニー、ハニーこっち向いて。ハニーこっち向いて。ハニー、ハニーちゃん、ハニーちゃん。その呼び方気持ち悪い。ハニーちゃん。聞こえる？あ、フィルムがなくなった。すごいエネルギー反応が。何？博士が慌ててデータを調べてる。すごいエネルギー反応が見えたって。使徒じゃん。使徒だ。わあ、すごい夜また新しいのいっぱい取れたね。これすごいわ。あれ？え？疲れてきた。横で見てるだけなのに。ちょっと俺もやりたくなってきたな。あ、いいよ。次ちょっと写真どんどん交代するよ、うん。どっちの方が点数高く取れるか勝負だぜ。そうだぜ。そうだぜ。ダブル少年漫画主人公。さあ、ちょっとヒバに微妙だったね。どっちがいい？火ついてる方がいいか。そうね、こいつ早かったのに。あ、まあ星2個を行ってみたら。あ、星2個にするか。うん、そうだね。あ、星の技は未だに分かんないです。まあ一応普通、あ、これ可愛いな、このアップの感じ。あ、いいんじゃない。ミツハニーはもう結構頑張ったから正面のいいのがあるはず。あ、いいっすわ。もういいじゃん。いやー、どれか悩むな。なんかやっぱいい方が星が増える傾向にある気がする。そうだね。こっちの方が星2でしょ。驚き写真の方が評価高そうだね。驚き写真にしようか。驚き写真にしよう。で、ドライトスは星あるかな。意外とない、ね、まあじゃあ個人的にはの、うん、いやこれもすごく良いでしょこんなの。あれ左方法あれ左方法です。あれ肛門、あ、肛門ビーバーじゃないです。あ、そっか。あれ方法の肛門です。方法ビーバー。あー、まあこれかな。さっきあのこれすごいんじゃないって言ってたのこれだよね。確かに。あ、確かに言われたね。さあ点数ちょうだいちょうだい。森杉源蔵の写真チェックタイム。これすごいんじゃないって言われても星一つのこともあるんだね。そうなんだ。星が全部じゃない、点数が別なんだろうね。どういうなのか。よいしょ、3000点。いいね。ビッパはえ、これポーズ503点なんだ。全然ダメだな。大きさと向きはあんまり。まあ前回の方がいいね。バッファラン。いいね。はい。あ、そっか。これも金の上にそのプラチナがあるのか星は。そうそうそう。いいね。なんでこれはいいんだよ。あれニュード？なんで？あ、いや星がさっき2だったの。あ、本当だ。分からん。マジでここの謎が解けない。いいね。まあでもちょっとやりながら探っていこう。お、プラチナだ。はいはいはい、いいじゃん。ミツハニ頑張って取った回があったら。方法はどうだ。そりゃそうよ、そりゃそうよ。肛門方法。肛門方法4400点、ニューレコード。カイロスもこれ4000点いくでしょう。てか言ってほしい。3800。ナイスタイミング。お、ポーズ7子さんだ。褒めてもらった。おー、4000いった。あざーす。キャタピー俺もう全然とりあえず取っときゃいいやん。あとこいつ光ってないキャタピーだ。いいね。まあ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 、取れた。ルミナスポケモン。ドダイトスこれいいでしょう。こんなんもうめったないよ。お、眠ってるところか。ナイスタイミング。ああ、なんか
意外と低い。いや、惜しい、あとちょっとだったな。あ、4000超えたらあれか、プラチナ、プラチナか。背中で語る気じゃん。まあ向きはそうなるよね。まあね。いいね。あ、おお、大きさ2000点。お、大きさ。うわ、もうちょいで5000点いったのに。5000ってどうなっちゃうの？なんだそのリアクション。大きさ高い。点数高い、4000点。いいね、プラチナ増えてきた。5000一回超えたいね。超えたい。何を待ってる？5000点超えたらおかしくなっちゃう。5000超えたらさ、いいね、うん、あれじゃないの、この。博士のメガネがさ、5000ビビビビビビビ、5000超えてボン。スカウターじゃねえんだから、あれぶっ壊れる。それはもうネピチューでしょ。ネピチュー、いいね。とにかく寝てるとこ取りまくったぜ。夜は寝てるとこ取りまくるチャンス。はい、クリスタフラワー初めて。光を放つこの状態をイルミナ現象という。あー、やっぱ夜だからか。点数があるわけじゃない。あ、これあれか、コレクションか、アルバムでいう。5000点超えたらこの博士の目がビヨーンと飛び出して、うん、あのメガネパリーンって割れるから。くそ、昔のアメコミ、アメリカンカートゥーン。お、公園の夜の調査レベルも上がったね。あ、しかもなんかプレゼントもらった。できるだけ大きく、ど真ん中、称号ね。仲間と一緒、プロフィールアイコン。あ、クリスタフラワーのアイコンもらった。はは、フォト図鑑。ところでさあ、ちょっとそろそろ公園以外行かせてもらえるんじゃないの。これってセーブされてんのかね。されてどうなんだろう。ってそうだよね、オートセーブだもん、これ。オートセーブ、霧のいいところで一回セーブしとく。お、リタちゃん、な、なに、 VTuber の準備してんの今。これが撮影用のセットなんだ。すごいことが起きたんだ。あ、でも確かになんかエネルギーがものすごい反応したみたいな。あれ左下のやつ、あいつだね、新しいやつ。俺らだよ、あれ。盛りすぎ現像だよ。森杉源蔵って名前だから全然こう分かんない、覚えられないね。あの彼女あったあった、言われた言われた。うん、はい。つまりイルミナポケモン。うーん、まだ確定はしてないけどね。君何か特別なことでもしたの？なんかした？肛門取り続けたことしか記憶いないんだけど。肛門写真家。誰が肛門写真家じゃん、ケツ出すケツ。肛門撮られるじゃん、撮られるじゃん。取られるジョーって言ったなんで山田くん出てきたの急に。どうも、ビアコジャムジャムブラザーズのナナコです。あの温泉卵ってあるじゃない、あの卵をこう温泉みたいな温度のところにグツグツやってると、あのトロッとしたやつができるっていう、あれみたいな感じで、なんかこう温泉に使ってる人間の頭かち割ると、なんかトロトロになった脳みそとか出てくるんじゃないかなっていう意味での温泉人間です。いや、投げし怖えよ。たまには長いバージョン。冒頭一発目から聞きたくないでしょ。こんなすがすがしい、すがすがしい。4月の朝に。さあ、そんな僕たちが今回すがすがしいゲーム実況、ポケモンスナップ続きやっていきたいと思います。心が現れるような自然が映ってるね。やっぱね、前に先輩が言ってくれた、うん、あれですよ、そのネイチャードキュメンタリー、あー、まさにそうだなと思って。ポケモンのね、やっぱりね、こうありのままの姿っていうのはこのゲームでしか見れないはずだから、ちょっと撮っていきたいなというふうに、真実を映していきたいなというふうに思ってます。普通のシリーズのポケモンあるじゃん、うん、まあ、ソードシールドなりレッド、うん、グリーンなり、うん、あの辺はもうみんな演技してるからね、ポケモンが。演技ってわけじゃないでしょ、本来のポケモンの姿じゃないから。そんなことないよ。いや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 、あのピカチュウさん、ちょっとあそこの草むらのところにいてくださいみたいな。いや、コラッタさん、ちょっと見切れてるんで一旦はけてもらっていいですか。おい、コラッタを横にすんな。もうピカチュウセンターに置いて。あ、すいません、ちょっとマルマインさん、ちょっと汚れがついてるんで磨かせていただきますね。なんでマルマインに丁寧なんだ。あれ全部作られた世界だからね。ちょっとマネージャーさん、今回のギャラどうなってんの俺。あ、すいません、っすね、結構配給会社とか、あのスポンサーの方にもいろいろ言ったんですけど、やっぱ今やっぱこう業界結構厳しくって。俺ピカチュウよ。いや、そうなんですけど、今もう世界のピカチュウ。いやそうなんですけど、おー、ハリウッド出た時はギャランティーよかったけどね。あのピカチュウってああいううざいよな、もういい加減老害だよな。じゃあやりますか、今時さ。なんかピカピーピカピカ
ピーッ。プロ意識すごい。いやもうやるぞ。マジクソほど投げんの編集してて、なんの長い時間とか思えゲームやれよずっと思ったんだけど、自分で編集しながら。ピカチュウさん、あの一時期ジバニアンさんに追い抜かれたとこからやっぱ追い、あのなんか荒れ始めて、で最近あれでしょ、なんか映画で言うとコナン君とか炭治郎君に抜かれちゃってなんかもう最近荒れまくってずっとお酒飲んでるらしいよ。聞きたくない、そんなアルチューじゃねえか、そしたらピカチュウじゃねえか、俺じゃねえか。職場で缶チューハイあげてる俺じゃ、あ始まったよ、ルミナスモード。ちょっと待って、なんか怒ってんじゃん。なんかね、あのイルミナパワーが高まってるっていうからちょっと現場を見に来たんですけど。おお、イルミナパワーっつうのはなんか光ってるポケモンだよね、主に。おお、メガニウムやん。うーん、食べられちゃう、食べられちゃう。どう考えても食べられちゃう。俺らの世界観だってこの後思いっきり頭からバクッといかれてるよこれ。で、ほぼ寄生獣だよ。現像の、あの首だけないバージョンの現像が仁王立ちしてて、次の瞬間に首からブシューって血が吹き出すっていう。これでもちょっとステージは普通に夜の公園なんだよね。あの花畑ですね。そうなんだ。こっち向いてイベント的なの。メガニウムの肛門のズボボボ。メガニウムの肛門ビーバーズボボズボボボボって何をしたの？あーかわいい。あのクリスタルフラワーにあのパワーをもらってんだ。そういうことか。ちょっと待って、こっち向いて。あ、嬉しそうな顔。これまあボーナスステージみたいなもんなのかな。とにかくメガニウムを取ってほしいってことだよね。あ、なんか反応してる、何かが反応してる。あ、左何に反応してるの。これメガニウムに反応してる。え、いやそうか、びっくりマークはそうだね。待って待って、いいの取らして、いいの取らして、こっち向いて、こっち向いて、取るよ。もうでも、ああ木が邪魔やの。生き物の生態的にさ、このうわ、もう言って雄大な歩き方、このノシこうすごいな、伝説ポケモンの風格よこれ。でもちょっと惜しいな。何が？あのメガニウムの重さを表現するのであれば、歩くたんびにこの画面が揺れてほしいのよ。あ、うるさ。その辺でメガニウムの重さっていうのが映像で表現できるわけなんだよな。ポケモンさんそこ手抜いちゃった。いやちょっとほんと黙っててもらっていいですかマジで。今俺はこの大自然の雄大さに感動しながら撮影してんだから。ルミナスポケモンってレアなのよ、はい、やっぱり暗闇の中で光るって生物の中ではめちゃめちゃ不利。振り返ってくれた、はい、捕食者にすぐ見つかっちゃうから、はい、メガニウムの捕食者ってなんだろう。いや知らない、これ思いっきりがっぷり食べないと。あ、行っちゃった。いやでもそういう意味でメガニウムのさ、なんか生態とかをさ見たいのであれば、あの死体とか見てみたいよね。死体？メガニウムが死んでるところにうわっしゃーってケムッソが何千匹とこう。やめてやめて、もうなんかもう暗いわ。でもそれこそ会話のネタが暗いわ。ネイチャードキュメンタリー。いやそうなんだけど、そういう世界観でやりたいのかもしれないけど、俺らのポケモンスナップって、ポケモンを通じて生物の生と死を見つめるっていう、ほぼダーウィンが来たですね。俺たちのこの実況は動物ドキュメンタリー。結局生きるってことは死ぬってことからしか見えないんだよ。そうだってこれさ、あのメガニウム光ってる、発光してるように見えるでしょ、うん、これあの全部寄生虫ですからね。寄生虫が光って、あの光ってるように見えるだけで。そうだね、あのメガニウム自体は発光しないもんね。そうそれでもなんか、なるほどすごいね、リアルにそうだ。いや俺そういう理解があるから、そういうことに関して、動物に関して。あ、え、なんか選べるのが限られてるのは何でなんだろう、ね、この辺選べない。イルミナ現象を捉えてなかったら選べないんだ。あ、そうなんだ。ああ、だから主役は寄生虫ってことなんだね。そうだね、これ、うん、寄生虫って図鑑の星3つ。あ、でもこれよくない、あの、ね、星3つがあるみたいよ。俺ね、分かった、あのね、星はなんかね、そのポケモンがなんか変わった行動を取ってたら星の数が変わるらしい。でレア度みたいな。そうそう、でも別に星が高いからといって点数が高くなるわけではないらしい。なるほどね、うん、ポケモンのこんな行動を取りましたよっていう、まあ、基準っていうかレア行動、それぞれのランクの行動の中でいかにいいシーン取れるかってこと、うんうん、パート1で言ってた、あのゲームが博士が言ってた、編集してて分かった、なんか言ってなと思って。
ってたかな。これか15か13やな。あれでも星 3つも2つあるって書いてある。いやでもそれはイルミナ現象を捉えてないから使えてないんじゃないかな。3つなのにイルミナ現象が起きてないんだ。そう、もったいな。どっちがいい、13か15か。まあ15がいいかな。でかさを表現できるすると、あと表情がいいよね。そうね、よし。これやっぱ七子さんがパン1で撮影してるから、やっぱ被写体も気を許しちゃうんだよね。そう、あの自然に俺がこうあの溶け込むことによってビキニカメラマンポケモンたちにやっぱこう違和感を持たせないっていう。そうだよね、ありのままの姿やっぱりみんな警戒するからね。あと服の匂いとかが嫌な。ああそれは確かにある。俺らだから今のところパン1でずっとね2人実況してるからね。そう、最悪かおい、オレンジで2人の30の男子がパン1でどんな実況だよ。うわっ、いいんじゃない、か過去一じゃないこの点数。5000超えたじゃん、すごい。あ、まあでもプラチナか、4000以上でプラチナだね。あとポーズがなんかめちゃめちゃ点数高い。あー、いいんじゃない、この笑顔が良かったんじゃない。特徴的な風景が一緒に映ってることも大事なんだな。あ、だからクリスタルフラワーも一緒に映ってる。他のがいいよ全然。うん、クリスタルフラワーも更新された。更新した。あ、そうなんだ。ほら、あ、報酬を出せ、報酬を。イルミナスポットっていうところだったんだ。ほら、レベル上げろ、報酬を出せ、報酬を。早くリンゴくれ、リンゴを。リンゴをくれ、リンゴと臭いボールをくれ。あれをポケモンにぶつけてその反応を見るのが一番楽しみなんだから。臭い球が一番好きなんだから。我々の業界ではあれが一番のご褒美なんだから。何なんだよそれ、誰なんだよ。天体紳士たち。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。